Thank you.
関西国際空港 JR 西日本はるか南海ラピート30th アニバーサリーホーム上セレモニーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。このイベントは関西国際空港そして JR 西日本のはるか南海ラピートが1994年9月4日に開港運航して30周年を記念して開催させていただきます。今回のセレモニーの司会進行を務めさせていただきます。先月8月7日には南海電鉄の一日難波駅長も務めさせていただきました。私演歌歌手の徳永ゆうきが務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。サーティスアニバーサリーということで、僕が1995年の生まれでございまして、この関西空港ラピートそしてはるか、人間でいうと僕ら同学年でございまして、そんな節目の記念式典にこのように司会を務めさせていただけるということは本当に嬉しく思います。さあそして関西エアポートグループの公式キャラクターソラヤンも駆けつけてくれております。お願いいたします。はい、では早速ですが、西日本旅客鉄道株式会社関西空港駅駅長田村俊光より皆様にご挨拶を申し上げます。田村駅長よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました JR 西日本関西空港駅長の田村と申します。本日は関西国際空港開港30周年南海特急ラピート号そして関空特急はるか号運行30周年記念セレモニーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。関空特急はるか号は30年間にわたり多くの皆さん方にご利用いただきそして安全に運行できますことを心に感謝申し上げます。さて、新型コロナウイルス感染症の拡大により、一時期関西国際空港、駅とも閑散としておりましたが、現在は多くの皆様方にご利用いただき、活気に満ちあふれております。私どもも日々この風景を見て嬉しく思っております。いよいよ来年、大阪・関西万博が開催されます。さらに多くのお客様が関西国際空港を訪れると期待しております。私どもも便利で快適な鉄道を提供したいと考えております。最後に引き続き関空特急はるか号関西空港駅をご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ご理解とご協力をいただきまして、この場をお借りして、御礼申し上げます。さて、当社を代表いたします特急ラピートですけどもこの30年の時を経まして沿線住民の皆様また全国の鉄道ファンの皆様からもワイ
本当は映したかったんちゃいます、映したかった